ナンバーアンダーラインアイ、フジテレビ初登場で衝撃の裏話。番組制作の真実に迫る。驚愕。ナンバーアンダーラインアイがないない差し入れ選手権に参戦。その裏に隠された真実とはナンバーアンダーラインアイのファンの皆さん、こんにちは。私たちのお気に入りのアーティストがまた新しい冒険に出発しました。はい。 そうです。あなたが待ち望んでいたそれです。ナンバーアンダーライン愛がついにフジテレビに初登場しました。この驚きと興奮の瞬間についてお話ししましょう。まずは、飛べライブでのナイ差し入れ選手権の開催を祝福しましょう。この企画は、ファンに愛されるナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスとともに、スタジオでのお盛り上がりトークゲームをお届けするものです。 なんと言っても、その白い衣装が素晴らしいですよね。その笑顔と才能に魅了されることでしょう。彼らの参加は間違いなく待ちに待ったものです。ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイクがフジテレビに初登場しました。その興奮冷めやらぬ中、彼らのパフォーマンスはもちろん、スタジオでのトークやゲームも大盛り上がりを見せました。 内々差し入れ選手権という企画もあり、ファンたちは興奮冷めやらぬまま、彼らの出演を楽しみにしていました。しかし、そこには一つの疑問が浮かび上がります。差し入れ選手権やトーク、そしてパフォーマンスなど、エンターテイメント番組において注目される要素は数多くありますが、それらの背後に隠されたストーリーにフォーカスしてみることは、もっと面白いかもしれません。 例えば、番組の裏側ではどんな出来事が起きていたのかパフォーマーたちはどのようにして舞台裏で緊張を解消していたのかまた、番組の企画者たちはどのような工夫を凝らして視聴者を楽しませようとしていたのかこれらの視点から見ると、番組制作の舞台裏には普段見ることのできない興味深いエピソードが隠れているかもしれません。例えば、 ない差し入れ選手権では番組スタッフがどのような差し入れを用意したのか彼らは何を基準に選んだのかそしてパフォーマーたちはそれをどのように受け取ったのかこれらの疑問に答えることで視聴者は番組の裏側にあるドラマチックなストーリーを知ることができるでしょう。また番組でのトークやゲームの裏側にも興味深い話が隠れています。 番組スタッフや出演者たちはどのようにしてトークのネタを考えたのかゲームのルールや演出にはどんな工夫が凝らされていたのかこれらの情報は視聴者にとって番組の見方を変えるかもしれません。さらに番組の裏側には視聴者には見えない苦労や努力もあります。パフォーマーたちはステージで輝いていますが、その裏ではどのような努力をしてきたのか リハーサルや準備期間にはどんな苦労があったのかこれらのストーリーは彼らの人間性やプロフェッショナリズムを垣間見ることができるでしょう。エンターテイメント番組においてはパフォーマンスやトーク、ゲームなどの要素が重要ですが、それらの裏側にあるストーリーも見逃せません。視聴者は番組を通じてエンターテイメントを楽しむだけでなく、 その裏側に隠れたドラマチックなストーリーにも注目してみると、さらに番組が楽しめるかもしれません。今回の番組を通じて、エンターテインメント番組の裏側にはどんなストーリーが隠れているのかこれからも視聴者は番組を楽しむだけでなく、その裏側に隠れたストーリーにも注目してみると良いかもしれません。では、次回の番組ではどんな興味深いエピソードが待っているのでしょうか 楽しみにして待ちたいと思います。数年前、私の友人たちと一緒に、一夜限りの音楽イベントに行くことになりました。待ちに待った夜、私たちは興奮しながら会場に入り、そこには一流のアーティストが熱いパフォーマンスを披露する舞台が広がっていました。しかし、その日、私たちが目撃したのは単なるパフォーマンス以上のものでした。それは、 音楽とエンターテイメントの融合、そして誰もが楽しめるイベントでした。私たちの目の前に立っていたのは、ナンバーアンダーラインアイというグループでした。彼らはフジテレビの番組に初登場し、驚くべきパフォーマンスで会場を圧倒しました。ステージ上での彼らの存在感は、ただ単に音楽を楽しむだけではなく、心をつかみ、魅了する力を持っていました。 その日から彼らのファンになるのは時間の問題でした。数週間後、ナイ,ナイミュージック拡大号という番組がナンバーアンダーラインアイをフィーチャーしました。その日は待ちに待った日でした。スタジオでの彼らのパフォーマンスとトークに期待が高まりました。私は友人たちと一緒にテレビの前で待ち構え、彼らの番組が始まるのを心待ちにしていました。 番組が始まると、私たちは目を疑いました。ナンバーアンダーライン愛の姿がスタジオに現れ、彼らの歌声と踊りが私たちを魅了しました。彼らはただ歌うだけではなく、ステージを駆け巡り、視聴者全体を巻き込むエネルギーを持っていました。その日のスタジオは、笑い声と歓声で溢れ、まるでお祭り騒ぎのようでした。しかし、 番組のハイライトはないない差し入れ選手権でした。これは番組内で行われる企画の一つでゲストがないない99と差し入れを競うというものです。私たちは目を丸くし驚きました。ナンバーアンダーライン愛が差し入れ選手権に参加するなんて夢のような話です。彼らは音楽の世界で一流のアーティストとして活躍しているのに。 なぜこんな企画に参加するのでしょうか。しかし、彼らの参加は番組に新たな息吹をもたらしました。彼らはただ参加するだけでなく、自分たちの個性を存分に発揮し、視聴者を笑顔にすることに成功しました。ナイナイとのトークも楽しく、彼らの笑顔がスタジオを明るく照らしました。彼らはただ歌うだけではなく、 視聴者に幸せを届ける使命を果たしているようでした。番組が終わると、私たちはまるで夢から覚めたかのように感じました。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスとトークに満足し、彼らの魅力に心を奪われました。彼らは単なるアーティストではなく、人々を幸せにする使命を持っているのだと感じました。今でもその日のことを思い出すと、心が温かくなります。 彼らの音楽とエンターテイメントは、私たちにとって特別なものであり、いつも私たちの心の中に残り続けるでしょう。彼らの活動をこれからも応援し続け、彼らがさらなる成功を収めることを願っています。そこで、あなたに質問です。あなたもナンバーアンダーラインアイのファンですか彼らのパフォーマンスとトークにどんな印象を持ちましたかまた、 あなたが音楽やエンターテイメントで感じる幸せとは何ですかどんなアーティストがあなたにとって特別な存在ですかぜひ、あなたの思いや感想を教えてください。さて、皆さんは、ナンバーアンダーライン愛のフジテレビ初登場にどんな期待を抱いていますか彼らのトークやゲームでのパフォーマンスについて、どんな予想がありますか楽しみにしていること、 期待していること、どんなことでもシェアしてください。